上へ行くぞ。空の上？どういうこと？落ち着いて。さっきの塔の装置でここに飛ばされただけ。クリスタルはここの上階にあるかもしれない。それは記憶か、それともお前の願望か。どっちもかもね。敵だ。叩き潰すぞ。やるか。ジャック、やってやろう。ジャック、別の手段を探ろう。集中しろ。ジャック、この壁は危険だよ。離れよう。見ればわかるぞ。そうだよな。ごめんごめん。黙れ。だけど俺になれる。お前の雑な注意喚起はたまに役に立つ。って、それ褒めてない。相手する？ジャック、戦おう。スイッチと連動しているようだな。この
計嫌な予感がする。ほら、予感が的中した。あれはキューブだ。調べておこう。攻撃を受け流されているようだ。ジャックに降りかかる恐怖は私が払う。力を。やめろ。逃げろ。終わる。気をつけよう。もっと強くなりたい。ここに来た時女を見た。お前たちはどうだ。いや見てないよ。俺もだ。幻影を見たのかもしれないな。ああそうか。敵だ。叩き潰すぞ。動かない。当てにしてもいいか。当てられる力が湧いて。体勢が下げられてる。
苦労したよ。頼むよ。なんと、マジか。なんだと。熱い展開だね。技を封じられた。これでいく。行くぞ。ここだ。しまおう。よし、やってやろう。初めて会った時、カオスなどいないと言っていたな。今もそう思っているか。こんな旅をしていたら考えも変わるよ。今ではここでカオスを見た気さえしている。そりゃいい。この先はカオス討伐のことだけ考えてくれ。忙しくなるぞ。でかい噴出口か。厄介そう。すぐにぶっ壊せばいい。これで行く。健康だ。さてと。敵がいる。蹴散らしてやるさ。おとなしくしていれば倒さらずに済むものを。ジャックに降りかかるキノコは私が払う。俺向かうな。やるぞ、ついてこい。を見つけた。さてどうするかな。
ップだらけだ。下手をすると大騒ぎになりそうだな。気をつけよう。体勢を整えよう。何かあるな。出てきた。ジャック、やってやろう。やるか。ジャック、やってやろう。
敵がいる。やるぞ、ついてこい。すぐ頂上という感じだな。ああ、気を引き締めろ。ああ。何かあるな。これで行く。すごく震えてる。こんなの初めてだ。カオスだ。悔しい。染みついた過去だ。気にするな。お前がカオスか。いかにも。4人のカオスの一人。4人だと。風のクリスタルがあれば風のカオスがいる。火のクリスタルには火のカオス。水のクリスタルには水のカオス。土のクリスタルには土のカオス。なるほど、そういうことか。ついにここまで来たか。だがもうお前たちの運命は終わりだ。風のカオス、ティアマット。
早く、今がチャンス。勝った。そうらしいな。君たちがティアマットを倒したの？ああ。よくやったわね。あんたは？私は闇に囚われていたみたい。カオスに負けたのね。私はソフィア。よろしく。風よ、クリスタルが復活するわ。水晶、クロ水晶を出して。こっち。ありがとう。何が起こったんだ？説明はできないわね。私はあの霧の対処方法を知っているだけ。またもや謎の装置の登場だね。何か知っているらしい。
ソフィアがいなかったら私はまずかったな。ソフィアの話を聞いてみないか。あの機械何なんだろうな。どう使うんだったかな。私は記憶が消えにくい体質みたいで、断片的な旅の記憶があるの。ここへも来たことがあるわ。きっと何度もね。そして何度も死んだ。多分。私はカオスを倒したい。この思いを何とかしないと。苦しくてたまらないわ。同行してもいいでしょ。断る理由はなさそうだ。死なないでよ。いてくれないと忘れちゃうから。それはお互い様。そうだった。おお、カオスは実在し、しかも倒せる敵だった。それだけでも朗報だね。なるほど、転送装置ってわけだ。早速使ってみようよ。火のクリスタルか土のクリスタルか、どっちにする？火のクリスタルか土のクリスタルか、方角が選べるようね。火のクリスタルを解放しよう。ジャック様、お疲れ様です。その後の旅は順調ですか？ジャックさん、お疲れ様です。最近、風が強くって、立ちっぱなしだと辛いんですよね。最近、風が強く吹くようになったのは、もしかしてジャックさんたちのおかげ？だとしたら、光の戦士って本当にすごいね。これから街がどう変わるのか楽しみ。うちの畑の土がよ、風で舞い上がってロクスポ作業もできなくなっちまった。ま、おかげで畑仕事せずにのんびり過ごせるわけだ。こういう時間も大事だよな。うちの子たち最近じゃ光の戦士ごっこだけじゃなくカオスごっこも始めたのよ。どれだけかっこいいカオスを演じられるかって。カオスなんて見たこともないのにね。カオスごっこなんかやってると本当にカオスになるよって言ってやりなよ。よう、光の戦士様。ん？5人に増えたのか？戦える人間が大いに越したことはないし、いいんじゃねえか。しかしあいつの予言もいい加減だな。